桃子チャンネルがあったって始まるんですよね。あの訪日外国人客にあの日本の料理を味わってもらうという企画なんですけど、登録者数が90万人、まあすごい話ですね。今日の話は訪日外国人客が日本に訪れる、そのきっかけはっていうと、あのやっぱアニメなんですよね。日本のアニメがあの海外で爆発的な人気で、それを見て育った子どもたちが大きくなってぜひ日本に行きたいと。で、彼らは死んだらどうなるかっていうと、今度は日本で生まれたいというわけですよ。だから日本で生まれる人たちの、あのなんていうかさ、予備軍みたいなもので日本に来ているわけですよね。っていうことはどういうことかというと、人間の集大成が日本人として生まれるということです。で、まあ、全員がそうなるとあの世界のバランスが悪いんで、まあ、各国優秀な人たちがあの 生まれるわけですけど、あのいろんな意味でやっぱり人間の集大成が日本人として生まれると思います。